皆さんこんにちは。ジョイボディリメイクスペシャリストの幸地谷恵里です。本日のテーマはテレワーク太りの救世主、まるまるしながら仕事をしようというテーマでお伝えします。さあ、テレワークの時間が長くなりますよね。そして座っている姿勢がとっても長くなります。私も長時間パソコンに向かって仕事をしていることとっても多いんですけれども、これ座りっぱなしで仕事を続けていくとどうなるかというと猫背になってくるんですよね。猫背になってくると私も自覚したんですけども、下腹部のあたりがむくんでしまって、まあ、これはやばいっていうふうに思いました。さあ、猫背になるとどんな体型の変化があるのか一度復習してみましょう。こちらです。じゃん。猫背になると皮がむくむ、バストが垂れる、下腹部ぽっこり、背中が、大きくなって、二の腕が太くなって、お尻が垂れる。本当にこう女性にとってはもう最悪と言っていいぐらいの体型の変化になってくると思います。さあ、私がどうしたかというと、もうそもそも座って仕事をするのをやめました。それがスタンディングスタイル、スタンディングデスクを使って、仕事をするというスタイルに変えていったんです。さあ、今日はそのお話をしていきましょう。はい、ではスタンディングデスクの効果、これからご紹介していきます。実は Google などでも取り入れられていて、仕事効率の最も高くなる姿勢というふうにしてね、紹介されていたりします。さあ、ではご紹介しましょう。こちらです。じゃん。スタンディングデスクの効果、集中力がアップして、これは脳機能がアップしますね。で、血糖値の乱効果が防げるので眠気防止に役立ちます。そして姿勢が改善されて体型が崩れない、消費カロリーがアップします。諸説ありますけれども、1時間170キロカロリーぐらいに上がる方は上がるみたいです。もうこれを聞いたらもうやらないわけにはいかないですよね。はい、仕事の効率も上がるし、ボディーラインも崩れない仕事姿勢、スタンディングデスクというふうにね、お伝えしました。で、私が実際どういうふうにやって使っているのかというのをご紹介しますね。で、私が使っているのは、じゃん、こちらのベッド用のローテーブルなんですけども、これを普通のデスクの上にこうポンと乗せて、でこの上で仕事をしています。でずっと寝立っていられるんですけれども、スタンディングデスクおすすめした方の中で、立ってるのが辛いとか、それからちょっと反り腰になって腰痛くなっちゃうっていう方いらっしゃるんですけど、そういう方ってちょっとお腹の周りの筋肉がね、体幹の筋肉が使えてないっていうところがあって疲れやすくなっちゃうっていうのもあるので、私おすすめはこのヨガブロックや、それからペットボトルですね、500ミリのペットボトルを足に挟んで立ちながら仕事をしてもらうっていう風にすると、インナーマッスルや体幹に力が入って、足やそれから腰にね、負担かからずにできますので、ちょっと、10分ぐらいでもねいいと思いますので、足に何かを挟んで仕事をする、でまた疲れてきちゃったら足に挟んで仕事をするっていう風にやってあげると、さらに効果的になると思います。はい、いかがだったでしょうか。スタンディングスタイルの仕事姿勢ですね、私もそうですけれども、多くの方がこの集中力の効果ってものすごい実感されています。そして何よりも体型が崩れない、猫背にならないというところは、コロナ太り、そしてテレワーク太りの救世主でもあると私はね信じています。ちなみに私が使っているローテーブルのリンクを下に貼っておきましたので、ぜひ参考になさってください。これね、疲れた時に、デスクをからベッドの上とかに移動して、そこでまた仕事したりするとね、結構こう気分転換にもなって、かなり使えます。さあ、では今日の動画、このチャンネル、気に入ったよという方はチャンネル登録をお忘れなく、よろしくお願いします。それでは次回お会いしましょう。さようなら。